テストがダメだったとか、有名したとか、依存先をいっぱい増やしておこう。僕もネットに逃げてみようかな。そうです。誰のために生きてるんですか？人生一度きりなんですよ。自分のためにじゃない。医学生のための YouTube 塾。生きりツイート解説シリーズ。ツイートをまた拝見しまして。今日もタッキーですね。はい、タッキーです。今回は生きてるより肯定的な、特的にすごくいいなって思ったツイートがあったので。生きてないのも解説しろと。はい、これはもう解説するべきだと思って、こちら持ってきました。はい、なんでしょう。僕が医学部で留年した時のメンタルを保った方法です。あ、こちらですね。読み上げると、一つ目休む、二つ目嫌だという、三つ目依存先を肥やす、四つ目自分のために生きる、五つ目軽く息が消えるくらいの運動する。これですね。行っていきましょうか。一つ目、休む。これ当たり前じゃないですか。メンタルがやられてる時なんですよ。まあ、テストがダメだったとか、有名したとか、そういう時ですよ。もう言わずもがなんですよね。何が大事って、しっかりこの日は休む。決めておくことです。勉強頑張ってる程度ですよ。勉強頑張って、ダラ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 続けるんじゃなくて、もう日曜日は絶対休むって決めておく。これが大事ですね。これの何がいいかっていうと、日曜日までちゃんと走り切ろうっていうことを考えられるようになるって。これが一番いいですね。月から土までしっかり勉強して、日曜日に休むとか、そういう風にすると、ダラダラ勉強するってことになりますね。そういう風に駆け抜けることをやるっていうので、走り切って休む、走り切って休むっていうことで、メンタルが安定するという、適度な負荷になるんですね。ダラ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 、いつ終わるかわからないっていう勉強とかは、すごく精神的に良くない。だから、メンタルを保つためにも、勉強のためにもちゃんと休んでいる。これが大事でございます。その休むというのは、酷使直前でも休むんですか？ああ、それは超直前だと僕はあえて休むかな。でもそれも人によるでいいかもしれない。ちゃんとここで決めるっていうのは大事。直前の2週間は絶対に逆に休まないとかって、あらかじめ決めておく。1月の下旬からもう酷使まで3週間は絶対休まないみたいな。駆け抜けるみたいな。っていう風に決めてほしい。でも、この中ではどっかで息切れするだろうから、1日2日ぐらい休んでもいいかなって決めておくみたいな。そういうのがいいかもしれないですね。ありがとうございます。です。じゃあ二つ目、嫌だというですね、メンタル病む人って断れないっていうのがあると思うんですよ。断れなくて仕事を溜め込んだり、勉強を溜め込んだりしてしまって、で、その結果ちゃんとできなくて、わぁ、みたいな。まあ完璧主義の人に多いんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、嫌だというっていうのもしっかりとスケジュールを立てておこうっていうことで全く同じように繋がる。スケジュールがこの間こう決まってます。日曜日休みで決まってます。だから、この間に何かを差し込まれたら、スケジュールが崩れます。そういうのが分かってる人じゃないと、なんか言われた時に嫌だって言えないっていうふうになってくるから、嫌だって言うっていうことはちゃんとスケジュールが決めてるっていうことになるから、そういうところからも大事かなと思ったりします。あと、ノーって言えないのは、自分がどう見られてるかっていうことばっかり考えてる。そういう人だと思うね。簡単に言うと、そのためになってあげたいとかっていう人いるかもしれないけど、それって人のためじゃなくて、自分がよく見られたいって思う、超自己中心的な考え方でもあるんですよ。だから、そういう自己中心的な考え方を一回外して、自分の目標のためにちゃんとやるって何かを生活するっていうことをやってもらいたいっていうところもありますね。ありがとうございます。僕も一応、国家試験経験者なんですけど、嫌だ嫌だっていう人って多いと思うんですね。先生からこれしなさい。嫌だ。平じゃなくて。そういった嫌だとは違って、目標のための嫌だ。メンタル管理だったり、こういった部分の嫌だってことです。飲みに行こうぜとか、ちょっとこれ手伝ってみたいな。そういうのに対して、ノーって言えるってこと。医学生に向けてるからね、僕は。勉強しなきゃいけないとか、勉強をやりたいっていう人たちなの。こんな。医学生って、ちゃんとしてる人って、勉強したいからっていう理由で、そういうことは結構、そういう人たちです、医学生って。ってことを、さっき、イメージしてください。出直していきます。はい、次、依存先を増やすですね。これ結構大事なことなんだけど、依存先で何のことかっていうと、例えば学校なら学校のコミュニティあるとかね、まあ、部活のコミュニティが1個依存先です。あと委員会とかやってる人は委員会もあったっていいし、あとはバイト先ならバイト先でもいいし、もちろんお家ならお家でもいいし、恋人いるなら恋人がいい。でもいい。これだけでも結構依存先がいっぱいあるんでね、自分らしさっていうのを発揮できるところがいくつかあるっていうのが大事なことです。一箇所ダメになっても、ここでのコミュニティがダメになっても、こっちがあるからいいや、こっちがダメになっても、ここがあるからいいやって思えるって、結構メンタル保つのにすごくいい。ここがダメなったらもう前後終わりみたいな、世界の崩壊ですみたいになっちゃったら何もできなくなる。だから依存先を増やすことってイコールその人が自立するっていうことになるっていうことがすごく大事なので、自立した大人になるためにも依存先をいっぱい増やしておこう。そうするとメンタルも当然保たれると、そういうことですね。ここも質問いいですか？人付き合いが苦手な方もいると思うんですけど、そういった方はどこに依存するべきなのか。人付き合いの方はネットとか好きだったりしない。そういった部分の依存でも大丈夫ですよね。自分の居場所がこのゲームの中とかでも別にいいし、それさえ苦手だったら一人で漫画読むでもゲームやるでも別にいいと思う。なるほど。じゃあ僕もネットに逃げてみようかな。4つ目、自分のために生きる。で、これはもうさっきから言ってるっていうことだとは思うんだけれど、目標のためにここに向かって走り切るっていうのってもちろん自分のためっていうところね。2個目とか嫌だというとか、まあ、そういうところに繋がってくると思うけれど、人のために生きるんじゃなくて自分のために生きるっていうふうに決めたら、変なところにブレるっていうことないはずなの。だから自分をしっかり持って、自分のために生きればちゃんとノーと言えるし、そうすれば依存先もこれはダメだったっていうふうな考えになるし、きちんと休もうっていう考えになるし、まずそれがベースかなっていうふうに。ただこの4つ目っていうのが、根幹になってるかもしれない。自分のために生きるっていうマインドセットみたいな。
たいなところがある、自己啓発みたいなこと言ってるけど、これが結構一番根幹になるので、誰のために生きてるんですか、人生一度きりなんですよっていう、そういうことですよ、自分のために生きない。5つ目、軽く息が切れるくらいの運動するっていうのは、これはもうマインドの話とかとはまたちょっと違うかもしれないけれど、うつ病とかになっちゃってる人って頭の血流の測定したりすると血流が結構下がっちゃっててっていうふうによく言われてる。軽く息が切れるくらいの運動するって何がいいかっていうと、普通の息が切れない運動というか適度に歩くぐらいだと考え事しながら歩けるじゃない、そうするとまた嫌な気持ちになっちゃったりするっていうことがある。で、息が切れるどころか激しい運動ってなると一回やって辛かったからやめようとかってなる可能性があって、結構メンタルやられちゃう人っていうのは完璧主義者とか自分の中で生きてないみたいな人が結構多かったりするから、こんな辛い思いするんだったらもう嫌だみたいな01みたいな考え方になっちゃう人がまあまあ多かったりするんで、そういうことじゃなくて軽く息が切れる、まあ、早歩きテープこれを30分ぐらいやるっていうことで、変なことを考えたり自分がマイナスになるようなことを考えるってことも少なくなるし、頭の中の血流も良くなるし、軽く息が切れるぐらいの運動が嫌だったっていう思い出も本当にないはずっていうところで、メンタルを保つっていうところにフォーカス当てるんだったらこれが一番いいんじゃないかなっていうような、そういうことです。水木先生何か運動されてましたか当時は。当時は早歩き、僕歩くの好きだったから結構お散歩していつものコースじゃないけれど、普通に歩くよりかはかなり速い、時速で言うと5キロ6キロぐらいの早歩きぐらいの速さでバーッと歩く。筋トレとかっていう人もいるけど、あれ無酸素運動になっちゃうし、あんまりそういう意味ではおすすめではないっていう気がする。ありがとうございます。結構筋トレしてる人鬱になってる人多いし、あんまり特別おすすめすることはないから、怪我のリスクもありますしね、ちょっとヘルニアになっちゃったしね。この5つ言ってきましたけど、メンタルやられちゃった人、1回いきますよ。休む、嫌だという依存先を増やす、自分のために生きる、軽く息が切れるくらいの運動をする、やってみてください。ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。